皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、台湾コスメヒーミーの全色レビューということでやっていきたいと思います。全色レビューというか、まあほぼ全色レビューですね。このヒーミーのアイシャドウ、今日本ロフトとかプラザで購入することできるんですけど、基本的には台湾コスメなので、まだ日本で未上陸のカラーがあったりするんですよね。本当は12色展開らしいんですけど、今回私が手に入れられたのが8色なので4色ちょっと入っていないんですけど、今のところ多分どっちにしても買えないかなと思うので、8色で紹介していきたいと思います。ということで、まず全体をねざっくり紹介しておくと、サイズ感大体これくらいです。普通の4色のアイシャドウと比べるとちょっと大きめにはなってます。2個分ぐらいかな。で、素材がですね、こう分かりますかね、紙なんですよね、パッケージの部分が。そこはね、もしかするとちょっと安っぽいと思うかもしれないんですが、6色中に入っています。で、ここにブラシもこんな感じで2本ついてます。斜めカットと扇形のものです。普通に買うと2000円ぐらい、公式サイト見ると今1300円になってるんですよね、値段表示が。なので、まあ1300円だとすると6色結構お得だなと思うし、まあ2000円でも6色だったらコスパは結構いい方かなと思います。実際ちょっと色1色ずつ見ていきますね。はい、それでは1つ目こちら、コットンローズというカラーになっています。これはマットマットマットで、これちょっとしっとりパールで、ここが大きめのパールっていう感じです。かなりヌーディー系なカラーなんですけど、ヌーディーながらにちょっとこう淡いコーラルピンクみたいな色とか、淡いオレンジのような色だったりとかが入っていますけど、発色は全体的に淡めの薄めのもので構成されてます。ちょっと雰囲気違う感じで仕上げたんですけど、両目ともこちらのパレットでやってます。こんな感じになります。で、ヌーディーで色淡めではあるんですけど、やっぱり発色そのものが結構いいので、割とこうメイクしてる感じというか、アイシャドウ塗ってるっていう感覚は出やすいです。で、パールも割としっかりめだったので、結構まぶたツヤっとして見えますね。ただこっち見ていただくと、また全然違う、かなり落ち着いた仕上がりになってると思います。もうほんと極端にマットだけとパールだけで仕上げてるのでこんな感じに違うんですけど、例えばパールとマット合わせて使うってなると、ちょうどこの中間くらいの質感、程よいこうさりげないパール感みたいな風にも見えると思うので、やっぱ6色あることによってすごくいろいろな仕上がり楽しむことができます。なかなか4色のパレットだとここまでガラッと印象変えるのは難しかったりするんですけど、それができるのはすごくいい点ですよね。このカラーはやっぱりちょっとヌーディー系で、でも可愛らしい感じ、お好きな方とてもおすすめです。普段からちょっとピンク系のアイシャドウが多い方とか、まあ、ピンクベージュとかピンクブラウンとか、そういうのがお好きな方は多分結構好きだと思います。まあ、でもピンクとは言ってもローズとか青みっぽい感じはあまりなくって、肌なじみのいいようなピンクになってます。で、こちらのコットンローズにすごく似てるカラーがあるので紹介していきます。ウォームメイプルというカラーです。ヌーディー系っていうのでは一緒なんですけど、ちょっとさっき比べてみると、はい、こんな感じです。なんとなく雰囲気の違い伝わりますかね。ヌーディーだけど可愛い、ヌーディーだけど落ち着き、ちょっと大人みたいな印象になってます。で、なんとなくちょっとくすみっぽいところもあるんですけど、マットマットっていう風になっていて、ここの3つはちょっとうっすらパールで、ここが少し大きめのパール、ちょっとラメっぽくも見える部分になってます。で、手に出すとこんな感じになっているんですけど、結構この赤みブラウンっぽいのが特徴にはなってますが、割とやっぱりヌーディーですよね。コットンローズと比べるとなんとなく似てはいるけど、やっぱりこう明るくて華やか、ちょっと落ち着きっていうような違いがあります。はい、両目とも仕上がりました。こんな感じです。左右で印象が違うっていうのもあるんですけど、さっきのコットンローズと比べてみても全然雰囲気が違うと思います。ブラウンっぽい感じの仕上がりではあるんですけど、結構温かいような印象が出てますね。あくまでも赤みブラウンであって、やっぱピンク要素っていうのがないので、さっきのコットンローズと比べてもこっちの方が可愛い感じは少なめに仕上がります。で、こちらなんですけど、濃いめの色をしっかり使って少しすっきりかっこいい感じに仕上げてみました。やっぱ色が若干くすみっぽいので、同じような雰囲気で仕上げてもさっきよりもちょっと強めな感じの
印象があると思います。はい、少し離れてみるとこんな感じです。なんかパッと見た配色で言うと結構ヌーディーかなと思ったんですけど、いざ仕上げてみるとそんなにヌーディー感が出ないのがこのウォームメイプルかもしれないです。意外とこうちゃんと塗ってる感がね出てると思います。結構ブラウンシャドウっぽい感じに仕上がるので、オフィスで使いたい方とか、あと普段のメイク使いたい方、結構この赤み強みにしてみてもいいし、割とオンオフ問わず使いやすいパレットだと思います。でもう一色ですね、実はブラウン系があるので、このブラウンティーっていうからこれをちょっと次使ってみます。はい、ということでこちらがブラウンティーになってます。下が全部マットで上がパールなんですけど、ピンクっぽいのと黄身っぽいのと白っぽいベージュっていうパールの色が3つ入ってるので、それで雰囲気を結構変えられるのかなっていう感じです。あとマットの配色もこっちが多いので、こう振り幅は広そうですよね。パールっぽいキラッとした感じとマットの落ち着いた感じ、両方結構しっかりできるかなと思います。塗り方ほぼ一緒なんですけど、最後に使ってるパールの色を変えています。はい、まずこちらはあの赤っぽい色を主張して使ってます。なのでウォームメイプルと少し仕上がりが似てますかね。マットの上にそのパールを重ねているので、若干こう中和されてるような感じはあるんですけど、パールメインで使うと多分もう少しキラキラっとしそうです。かなり暖色っぽいブラウンになります。でこっちはそのパールの色を黄身っぽくしているので、同じブラウンでもまた印象が違いますね。こっちの方がなんとなくパールが塗った瞬間すごく強く見えたので、あのぼかしてるので最終的には一緒ぐらいなんですけど、割とこのゴールドの方がなんかキラキラ感が強く見えました。はい、離れてみるとこんな感じになります。ウォームメイプルと似ているし、こっちの方が華やかなんですけど、あんまりなんかくすみのある色ではないので、このブラウンティーはなんで、その逆にくすみ深みみたいなのが欲しかったらこっちのウォームメイプルのがいいかもです。ただ今回はちょっと塗ってないんですけど、ブラウンティーの場合は下全部これマットで、この下だけでもアイシャドウを完成させられるから、それこそオンの日、お仕事の日とかでも活躍する機会が多そうです。個人的にもこれ結構使いやすくってよく使います。はい、次こちらバーンオレンジいきたいと思います。私がヒミの中で一番最初に買ったのもこのカラーなんですけど、すごい可愛いです。オレンジ系なんですけど、ちょっとピンクオレンジのような色が入ってたりとか、夕焼けみたいな赤みオレンジだったりとか、どっちかっていうと黄身よりはこう赤に近い感じのオレンジになるパレットです。全体的になんか統一感のあるオレンジですよね。ピンクっぽい赤みっぽいのでこう揃ってます。で発色がいいので、がっつりこうオレンジシャドウっぽく目元に塗るとなります。はい、仕上がってみるとこんな感じです。一応差をつけてみたつもりではあるんですけど、色の系統としては雰囲気としては両方とも同じ感じですよね。まずこっちなんですけど、今回の中だとちょっと赤みの少なめであるここをメインにしています。それでもやっぱりオレンジ強いと思うんですけど、シンプルに2色でこういう仕上がりもいいし、こっちは結構たくさんの色を使ってるんですけど、よりこう赤みっぽい深みっぽい仕上がりにすることもできます。ただブラウンに仕上げようと思うとちょっと難しかったりとかはするので、本当にオレンジメイクがしたい方におすすめのパレットです。はい、結構しっかりオレンジだけど、多分ヒーミーの中でこのバーンオレンジ結構人気だと思います。なんか早い段階で割と在庫切れとかしてたような記憶なので、と店頭行っても数がちょっと少ないなって思ったので、多分割と人気カラーです。本当でもそうだなって思うぐらい、こういうちょっと赤みっぽいオレンジ好きな方にはとてもハマる色だと思います。はい、次はこちらのゴールデンマンゴーです。これもねオレンジ系ではあるんですけど、さっきと比べるとちょっと黄身っぽいか、まあむしろ王道ど真ん中オレンジっていうのが伝わりますかね。比べるとこんな感じでオレンジなんだけど全然違います。で質感はマットとこの2つがさりげないパールで、ここがちょっと大きめパールになってます。オレンジなんですけど、こことか結構しっかりブラウンなので、両方とも意外と落ち着いた感じの仕上がりにもできるのかなと今のところ思ってます。このマットのオレンジが結構強そうですよね。はい、両目とも塗りました。こんな感じです。オレンジなんだけど、さっきのバーンオレンジと比べると種類が違うっていうのがなんとなく伝わりますかね。個人的にはこっちの方がちょっとオレンジなんだけどナチュラルな印象を受けました。肌に馴染みやすいオレンジっていう印象です。こっちはブラウンをしっかり使ったつもりなんですけど、アクセントで使ったちょっとだけのオレンジでもこう全体がちょっとオレンジっぽい雰囲気は出せるので、あくまでもさりげないオレンジ使いたい時はこういう仕上げ方もいいかもです。はい、離れてみるとこんな感じになります。多分オレンジ系この2択で迷う方とっても多いと思うんですけど、意外と雰囲気変わるので、赤みっぽいオレンジ欲しいのか、ちょっとみかんみたいなオレンジが好きなのか、お好きな方を選んでいただきたいと思います。
ただければと思います。両方ともブラウンに寄せやすいかっていうと結構しっかりオレンジ感出ますね。はい、お次はこちらローズピーチというカラーです。すごく欲張りなパレットでオレンジっぽいのもありつつ、ちょっとラベンダーっぽいパープルっぽいのもありつつ、結構鮮明な赤っぽいカラーもありつつブラウンもありつつっていう、結構ギュッと詰まったパレットになってます。ただ全体的に色の統一感があるんですよね。やっぱり暖色系だなとは思うんですけど、レッドオレンジっぽい印象ですかね、パッと見。はい、両目とも仕上げてみました。こんな感じです。ラベンダーの方ちょっとわかりますかね、ラベンダーっぽい感じ出てるの、すごい可愛いです。ちょっといつもあんまりやらないんですけど、真ん中の下の赤っぽい色をあえてぼかさず、ちょっとアイラインっぽくしっかりめに入れてます。でそれだけだとかなりこう暖色っぽい感じになるんですけど、下にラベンダーがあるのでなんとなくちょっとこう透明感もあるような仕上がりです。でこちらに関しては全くちょっと違う色を使ってるんですけど、割となんかオレンジっぽい感じですよね。なんでまあこれも結構振り幅あるのかなっていうような両目の違いが出ました。結構この赤が他のアイシャドウでもあんまり見ない鮮明な色してるので、そこで個性を出せるし、ただ他の部分の色は割とベーシック使いやすいので、なんかすごい派手な感じにはなりすぎないっていう、ちょっとまた他のブランドとかでもあんまりないような配色になってます。私的にはあのラベンダーの色があるのが結構良くて、でしかもそこまでこうラベンダー味も強くないので、まぶたにベースで使うのにとっても可愛いです。次はこちらレッドペアというカラーなんですけど、さっきのローズピーチと似てるようで似てないパレットです。もっと深みくすみがあって若干パープルっぽいのかなと思います。比べるとこんな感じで全然違いますよね。こっちのが明るい感じ、こっちのが大人っぽい落ち着いた印象です。落ち着いてるかなと思いきや意外と可愛らしい明るめのピンクが入ってたりします。こっちの色は結構ダークなんですけど、こことかね結構明るいですよね。はい、こんな感じになります。両方とも結構違うイメージで仕上げてみました。こちらはもうピンクをしっかり使って結構華やかな可愛らしい印象に仕上げてみました。ちょっと縦でグラデーション割ってるようなイメージです。なんか白飛びしてそうで心配なんですけど、今1個落としました明るさを。結構ピンクなの伝わりますかね。あ、こんな感じ、離れた方が分かりやすいかな。結構ピンクです。発色がやっぱりいいので、まあ、こういう可愛い感じもできるし、こっちがね結構落ち着いてますよね。ブラウンよく見えてるかもなんですけど、実際若干パープル味のあるブラウンっていう感じなので、深みがあるだけじゃなくっておしゃれな印象になります。かなり両極端ですけど、まあ、ミックスしてピンクとこのパープルの濃いの合わせてもいいと思うし、甘いのからクールなのまでいけちゃうパレットです。はい、ちょっと両方とも離れてみるとこんな感じになります。全然印象がかなり違いますね。どのパレットよりもこうギャップを作れたような気はするんですけど、これはでもオンというよりかはオフの日向けですかね。ちょっと私的にもすごい使ってて楽しいけど、若干考えるというかどう使おうかなってちょっと難しく思ったパレットでもあります。最後がこちらパープルブロッサム使っていきます。すごく紫強く出てると思うんですけど、レッドペアと比べても本当にちゃんと紫なので、またこれとも雰囲気変わるような感じがありますね。多分今回の中でしっかり感触によってるのこれくらいかな。どうですかね、ちょっと使ってみます。パッと見た印象でもすごく紫がしっかり出てるなって感じますよね。でなおかつマットなので、割とまぶたにのせるときにこのまま発色します。はい、仕上がりがこんな感じです。両方とも結構違うように塗ったつもりなんですけど、私結構あるあるで紫系のアイシャドウ使うと仕上がりが似た感じになるんですよね。若干多分違いはあるんですけど雰囲気が結構似てます。こっち側でよりパープルっぽく仕上げたつもりなんですけど、めっちゃ色濃いですよね。確かに結構量は塗ってるんですけど、割とこういう感じで濃いめはっきりめに仕上がると思います。ただ人によるところは結構ありそうで、でこっち側は、パープルはあまり使わずブラウンっぽい方をメインにしたんですけど、それでもやっぱちょっとパープルっぽくなります。はい、離れてみるとこんな感じで、まあ塗り方次第とか使う量次第っていうのはもちろんあるにしても、結構やっぱりこういう大人っぽくってグワッと濃い印象にはなりやすいと思います。今回出てきた他のパレットって割と使い方次第で可愛い感じに寄せやすかったんですけど、これはどういう組み合わせで使っても結構大人な印象になるのかなっていう気がしました。今日は普通にブラウンのいつもの格好なんですけど、黒っぽいワンピースとかと合わせて髪の毛とかもちゃんと縛ってパチッと決めるメイクの時とかに使いたいかもです。はい、と
ということで全てのカラーレビューし終わりました。結局最後はですね、これウォームメイプル塗って仕上げています。今の気分的にこれを使いました。最後ですね、全色並べるとこんな感じになります。で、全色こういろいろ塗ってて思ったんですけど、粉質の部分ですね、マットはまあ比較的多分皆さんが想像しているようなふわっとした感じの質感で、パールの部分が割と様々でした。すごくこうしっとりしてて飛ばないなっていうところもあれば、大きめのところは若干ファサッとこう舞うような感じがあったりとかして、部分部分によってちょっとその辺はね変わりそうです。ただ私も今まで使ってきてて、なんか夜になって色がなくなるとか二重に溜まるっていう経験はないので、そういう飛んでしまうところがあるにしても、色持ち悪いとかめっちゃよれるとかっていうことはあんまりないかなと思います。オンラインだと割と売り切れてるサイトが多いんですけど、店頭行くと割とあるかなと思うので、もし見つけた方はぜひゲットしてみてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。